ほうれん草、キンコンカン、新幹線、ピンポンパン。あ、参加する？何の参加？国語の宿題でもやってるの？ううん、音楽の宿題、みんなで歌を作るんだよ。でね、語呂のいい歌詞をはめたいんだけど、222でいい感じの言葉を考えていかないといけないの。なるほど、2文字ずつね。お母さんのピンポンパンもらおうっと。いい曲ができればいいわね。もうそれで宿題終わったかしら。うん、4つもあればいいと思う。じゃあ寝ましょうね。花子、こんなお話はどう？山の毛。1週間前の話、娘を連れてドライブに行った。宮城と山形の県境のなんてことない山道を進んで行って、途中のドライブインで飯を食った。で、娘をびっくりさせようと思って途中で舗装されてない脇道に入り込んだんだ。え、お父さんどこ走ってんの？普通の道に戻ろうよ。大丈夫だよ、来たことない道ってのも楽しいじゃないか。慌てて止めようとする娘の反応が面白くて、俺はどんどん道を進んだ。そしたら急にエンジンが止まってしまった。山奥だから携帯もつながらないし、車の知識もないから途方に暮れてしまった。参ったな。仕方なくその日は車中泊することにして、次の日の朝歩いてドライブインまで行くことにしたんだ。一体何時間かかるかわからないけど。お父さん寒いよ。ごめんな。車内で寒さをしのぎながら夜を迎えた。夜の山はたまに風が吹いて木がざわざわ言うぐらいで、何も音がしなかった。どんどん時間が過ぎていき、娘は助手席で寝てしまった。俺も寝るかと思って目を閉じたら、何か聞こえてきた。別。今思い出しても気味が悪い。声なのか音なのかわからないような感じで、天、そう、滅って何度も繰り返してるんだ。音がどんどん近づいてきてるような気がして耐えかねて目を開けた。そしたら白いのっぺりした何かがめちゃくちゃな動きをしながら車に近づいてきてるんだ。なんだよあれ。頭がないシルエットで足は一本しかないようだった。そいつがケンケンしながら両手をめちゃくちゃに振り回して体をぶれさせながら向かってくる。めちゃくちゃ怖くて思わず叫びそうになったけど、寝ている娘が起きてしまうって変なところに気が回り、叫ぶことも逃げることもできなかった。そいつはどんどんこっちに近づいてきて、車の脇を通り過ぎていくようだった。天、そう、滅。天、そう、滅。ずっとそれが聞こえていた。しばらくして音が遠ざかって後ろを振り返ると、そいつの姿はもう見えなかった。よかった、どこかへ行った。ほっとして娘の方を見たら、うっ、まだ奴が助手席の窓の外にいたんだ。頭がないと思っていたのに胸のあたりに頭があった。恐ろしい顔でニタニタ笑ってる。娘に近づくな。俺は恐怖を通り越して怒りが湧いた。この野郎。そう叫んだ途端そいつが消えて、娘が飛び起きてしまった。あ、ごめん、大声出して。入れた。え？入れた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 で、ブツブツ言い始めた。やばい、この場を何とかして離れようとダメ元でエンジンをかけてみたらかかった。急いで来た道を戻る。その途中もずっと娘はつぶやき続けた。入れた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 。車を飛ばしてようやく街の明かりが見えてきた頃、娘のつぶやきがいつの間にか天、そう、滅に変わっていて、顔ももういつもの娘じゃないみたいになっていた。娘がこんな状態のままじゃ帰るに帰れないと思って目についた寺に駆け込んだ。夜中だったけど、寺の隣の住職が住んでいそうな場所には明かりがついていたから、娘を引きずりながらチャイムを押した。住職らしき人が出てきて娘を見るなり、
俺に向かって何をやったって言った。山に入って変な奴を見たと言うと、残念そうな顔をして、気休めにしかならないだろうが。と言いつつも、住職はお経をあげてくれて、娘の肩と背中をバンバン叩いた。今夜はもう泊まっていきなさい。娘が心配だったから泊めてもらうことにした。娘は一体どうなっているんですか？娘さんは山の毛に疲れている。山の毛？山の毛は女につく。このまま家に帰れば奥さんにも山の毛がついてしまうだろう。だから完全に山の毛を抜くまでは娘さんと奥さんは会えない。そして49日経ってもこの状態なら一生正気に戻ることはないだろう。そんな！そうならないように何とか山の毛を追い出す努力をしてみるから。そう言ってくれて娘を住職のところに預けることになった。妻には俺と住職から電話をして何とか信じてもらった。一週間経ったけど娘はまだ住職のとこにいる。毎日様子を見に行ってるがもう娘じゃないみたいだ。ニタニタ笑って何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。なんであの時俺はわざわざ脇道へ外れたのか、今は後悔ばかりしている。その時すでに俺の精神が山の毛に操られていたのかもしれない。なんて都合のいい考えかもしれないけど。とにかく遊び半分では山に入るな。彼女や奥さん、娘とかいるならなおさらだ。はい、おしまい。女性だけにつくという山の毛。その正体は不明。そして他の目撃証言が乏しいにもかかわらず、非常にリアルで恐ろしいお話です。しかしお腹に顔とは不気味ですね。皆さん、山で腹踊りは練習しないように気をつけましょうね。山の毛だと間違われるかもしれませんよ。ではおやすみ、花子。皆さんも良い悪夢を。